レディオザビストリップ。こんばんは。時差あるの？時差。時差あるの？え、そんなあった？嘘だ今のは。ねえよ、こんな。今週はから2秒今週はまで行くと思ったんだよ。今週はだから誰々と誰々がお送りしますの下りまで行く。そうそうそう。そしたら止まったから。はいはい。はい。というわけで、はい、今週はボーカルのトモと、はい、ギターのユウがお送りします。はい。というわけで、はい、七夕前最後のそうだね。まあ、七夕残念ながらね、ライブはできなくなっちゃったけどね。そうなんだよね。うん、やりたかったけど、まあどんどんまたね、うん、数が怪しくなってきてますからね。そうね。まあただ、うん、ちょっと大変だけど、まあ、リモザが終わった後、うん、あのみんなでね考えたんだよね、一生懸命、ね、七夕ね、七夕の内容とかを、ね、そうそうそう詰めたんだよ、うん、だからね、まあ、いろいろ楽しみにしてもらってね、うんうん、喜んでもらえるとは思うんだけど。そうだね。まあライブには勝れないけどね、はい、言ってしまう、まあそれはもう 100なんですけどうん、うん、もうそれでも何かできたらっていうことがね、俺たちも、うんうん、今の状況でね。そうだね、考えたんで、うんうん、これずっと時差あるぞ。大丈夫？時差ある、うん、あるよね、うん、あるある、うん、これもう自分から詰めて話に行かないとなんか気持ち悪い感じするもんでもお便り行ったら大丈夫かもしれない。大丈夫かな。試してみよう。行きましょう、うん、はい、じゃあどっちから。じゃあ俺から行きますか。はい、じゃあ1通目。はい、トモさん、ユウさん、こんばんは。こんばんは。緊急事態宣言が解除されましたが、うん、まだまだおうち時間を多く過ごしている中で、私は映画をたくさん見ています、はい、うん、多い時は毎日1本、週に最低4本ほど。ホラーやサスペンスが好きなんですが、続けて見てしまうと心がしんどくなることも多いです。あM だね最近見たい映画を見尽くしてしまい困っています。お二人のおすすめの映画があれば教えてください。ラジザネ、レッドホットチキン食べたいから。ありがとうございます、はい、はい。映画とか見てる？見たりしてる？もちろん。やっぱ見てるんだ。うん、見ちゃった。でもやっぱドラマの方が多いかな。あー、そうだね、映画よりも。うん、そうだな。今見てるの何？今期っていうか、うん、まあ、日本で、うん、ネットフリーで最近配信され始めてる系だと、うん、ずっと見てるドラマがあって、ハンドレッドってやつなんですけど、うんうんうん、100って書いてハンドレッドって読むんですけど、うん、何系 の海外ドラマ。ね、宇宙宇宙系宇宙系ファンタジーってことですか？それとリアリティのある SF なんだけど、うん、やっぱほら最近はさ、うん、そういう中にも人間模様があったりするじゃない。そういうドラマって増えてきてるでしょ、うんうん、はいはい、ウォーキングデッドとか。ああ、そうだね、その一味的な。ああ、いや結構面白いですよ、うんうん、もどかしいところとかあったりするやつだね、うん、お前ふざけんなよみたいな。ああ、あるでしょ、ね、あるね、うん、そうそうそう。けどやっぱり見るとやっぱ夢中になるね。あ、そうなんだ。そう、それの最新作が、うん、今ちょうど配信されてて、ちなみにシーズン今いくつなの？5です。あ、まあまあ、5です。まあ、ね、1シーズン20はある。 12？ なんかまちまち。あ、そうなんだ。まあまあ、ね、いろんな大人の事情があるんだろうけど。あ、はいはいはい、うん、海外すぐ打ち切られちゃうから。そうなんだよね。そう、わかるよ。楽しみにしてたやつ何個も打ち切られたな。いや、わかる。あるよね、うん、俺もそうだ。ありますよ、ね、ある、うん、ある。なんか俺はね、今、うん、毎日クリミナルマインドを見てる、ね、ああ、もう結構前から見てるでしょ。そうそう、1回だから、うん、シーズン13かなんかが最新であって、それを借りてみたの、ちゃんとレンタルショップで、うん、ああ、なるほど。でその後に今普通に Hulu とかでそれまでのがあったから、うん、もう 見返してる感じ。はい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 。犯罪、結構シリアルキラーとかの話だね。なるほど、うん、そうだよね。すげえ昨日泣いた、うん、あ、泣ける、うん、悲しくて泣いた、うん、あ、悲しくて、うん、あ、そうなんだ。結構落ちる系だね、うん、ハッピーエンドはあんまりないじゃないか、やっぱり。あ、そうなんだ。そうそう、 100% 殺されるじゃん、その当たり前だけど。あ、まあそうですね。そうそうそう、その事件のだから、あ、まあ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 って感じ、うんうん、ただこの人に合うかもしれない。合いそうだよね、うん、だこのレッドホットチキン的にはさ
ね、M だし、うん、M だし、しかも見尽くして困ってるから。ああ、そうだね。結構歴史長いじゃないですか。うん、今ね、最新話は借りれば10、うん、シーズン15ぐらいまであると思う。ああ、もうこれは決まりじゃないですか。そう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 。だからもう自粛期間とか、この期間、この落ち着き終わっても見れちゃうよね、うん。うん、ぜひぜひ。ね、長いぞ、うん、長いよもう、うん、俺らの話も長かったもんな。そうだなサクサクっといこうって言ったのに一通に対してが長いんだよな。そうだ、ね、サクサクっといこうじゃ、うん、じゃあ次いきますね、うん、はい、行ってください。 ゆうさん、ともさん、こんにちは、うん、こんにちは、なんやかんやかんやかんやがあって、うん、なんやかんやあってすごい、はしょる人初めて聞いたんですけど職場がカラオケ店なんだって。あ、でそしたら店長に内緒でスマホをつないで店内の BGM にうちの曲をかけてくれてるんだって、うん、ああ、ありがたいっすね。そうそう、でもそれ以外でも有線の最新 J-POP チャンネルに設定してると2日に1回流れるんだって、うん、ダンスインザダークが。え、そうなんだ。そうそうそう、そうらしい。嬉しい、ね、ありがたいね、うん、ね。で、なんか気になることがあって、その、うん、お店のスピーカーから流れる曲が、どれも上手ギターの音がちっちゃいんだって。うん、それがなんでかっていうのなんだけど、結構そういうのってあって、うん、そのスピーカーが壊れてるわけじゃなくて、あの、あ、違う、多分左右のなんかスピーカーに対してのなんか、うん、あの送ってる信号が多分ないかモノラルになってるか、うん、結構ね、そうあるの、俺の音が聞こえないって。あ、そうなんだ。そうだから壊れてるわけじゃなくて、うーん、 L の信号しか行ってないか L のスピーカーしかないかもしれないだけだと思う。お店のだもんね。そう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 、要するに天井から生えてるスピーカーってことってことじゃない、うん、あ、そう、位置とかもあるんじゃない。位置、いや、あのね、うん、結構ないの俺の音ないがちなのそういうところつらそうそう、だからもうね、あ、そう、使用っすね、きっと。目立つ音なんですけどね、結構、うん、そうだから右の音が、だから左の音がやっぱ聞こえなくなっちゃってるね、うん、だから俺の音だけじゃなくて東屋のその、うん、なんだろう、フロアの音とかも実際聞こえないかもしれない。ああ、そうなんだ。そうっていう、そうそう、この子のあのモヤモヤを解消してあげたくて呼びました。選ばせていただきました。まあ優がそういう心当たりあるんだったらそういうことなんだろうね。そう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 、うん、そういうことなんだよ、うん、です。次に行きましょう。悲しいですね、うん、はい、じゃあ次、はい、トモさん、ユウさん、こんにちは。こんにちは。毎週ラジザ楽しみにしています。はい、普通のお便りというか質問です。個人的なことになっちゃうんですが、うん、私は7月7日で29歳になります。おめでとうございます。大人ですね。20代大人です、ね、20代最後の年ということで、これだけは20代のうちにやっておけってことはありますか？もしあれば教えてください。はい、うーん、あります。俺はもう20代と言わず、うん、そうなんだよ、うん、と言わずだよね、うんうん、もう早ければ早い方がいいです、何でも。そうだね、これはもうあの大人からのアドバイスですじゃあ本当に学生とか羨ましいもん。もう、もうあのちゃんとやれって感じだよねね、何でも何でもチャレンジした方がいいよ、うん、いやもう本当にそれに尽きるよ、うん、バンドやり始めた頃もさ、うん、まあ何か先輩だけど友達っぽい人みたいな結構いたんだけど、うん、やっぱ若いから何でもやっちゃった方がいいよみたいな、うんうんうん、とにかくやっちゃった方がいいよみたいな、恐れずみたいなのはよく言われてたわけ、うん、その気持ちは分かるね今になるとね。だ逆に今度は俺たちが下にそう言いたいっていうか。そうだね、うん、恐れるなと、うん、いや本当にそんな感じかな。それですね、うん、はい、うん、じゃあ次いきます。はい、はい、トモくん、ユウくん、こんばんは。こんばんは、いつもお便り悩みます、頑張ります。はい、お二人に質問です、はい、おすすめの YouTuber さんいたら教えてくださいっていうことなんですけど、うん、アイカさんからです。はい、俺はあんまりあれなんだけど、トモが結構、うん、見るじゃん、だからちょっと選んだんだけど、うん、はいはい、いっぱいいるんだけど、うん、何系かな、何系だろうね、何系かな、確かにね、ほんとジャンルがいろいろあるからね、うんうんうん、ま、そうだよね。俺はちょっと最近ハマってるっていうだけなんですけど、うん、しかも YouTuber じゃないんですけど、うんうん、とにかく俺は狩野英孝が大好きで
栄光ちゃんが栄光ちゃんって言っていいのかな。そうなんだ、ちょっと公で栄光ちゃんっていうのあんまないですけど、言わしてほしいな。あ、そうなんだ。大好きだね。なんで好きなの？めちゃ、いや、かわいい。どこが好きなの？かわいい。おじさんだな。かわいいのよ。いや、まあ年上なんだけど、ちょっとかわいいだね。そうなんだ。うん、ぜひぜひあの YouTube のチャンネル持ってるんで。ああ、そっかそっか、あ、持ってるね、はい、ゲーム実況ってやってるもんね、はい、見て、うん、見てあげてほしいな。ああ、そうね、好きになると思うな。はい、ぜひカノエコチャンネルを。はい、ぜひ。人んちの宣伝じゃん。もちろんビーストリップのチャンネルもよろしくお願いします。そうね、面白いように頑張っていこう。はい、はい、頑張ります、はいはい、いいですか、まだまだ行っちゃっていいですか。わかんないですね、まあ、すごい時間はかかりそうになりそうなんだけど。いや、これはね、あの、行くね。2週に分けてるかもしれないね。あ、2週、あ、まあ、なくはないね。なくはない、なくはない。未公開集みたいな時に。あ、そうだね、遠野がとにかく大変だけどね。ぜひぜひ、そうだね、じゃあこうお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあ次ね。はい、ラジオネームレイから。はい、トモさん、ユウさん、こんばんは。こんばんは。最近とっても嬉しいことがありました。近所のスーパーでお買い物をしていったら聞く覚えのある有線が流れてきました、うんうん、なんとダンスインザダークがまたもや、おお、これ有線で同じだからあれなんじゃない、うん、同じなんじゃない時期が、うん、そうね、同じの聞いたのかね、かもしんないよ、うん、流れてきたんですと、はい、スーパーで聞けるなんてテンション上がりましたみたいな感じです。いや、嬉しいですね、うん、でだからその最新 J-POP なんちゃらのやつがやっぱうちを流してくれるんじゃないね。ありがたいね、うんうん、ダンスインザダークか、 J-POP かな、まあまあ、難しいよね、線引きがね。あの、結局、うん、全部 J-POP じゃない。そうだね、ね、うん、俺いつもだからジャンル分けって何って思ってんだけど、うん、密かに。まあでもだから、うん、ね、いろんなところに入れるからいいよね。まあいいよね、うん、っていうプラス思考でいければ、はい、J-POP です。 J-POP です。いいと思う、はい、じゃあ次行きますね。はい、トモさん、ユウさん、こんばんは。はい、いつもラジザを聞いてメンバーさんに元気と癒しを与えてもらっています、はい、しばらくソロ回が続いていましたが、前回から MC2 人体制のラジザに戻って、またメンバーさんの同士のゆるいトークを聞けるのが嬉しいです、うん、お二人に質問です、はい、2年前の11周年ライブの時、うん、アイディアでトモさんとユウさんがお立ち台の上に乗って背中合わせでツインギターをされていたのが脳裏に焼き付いて、うん、聞いています、気持ちよさそうにギターを奏でるユウさんと、得意げな顔で無邪気にエアギターをするトモさんが微笑ましくて血が湧き立つような高揚感を覚えたのですが、あれは打ち合わせで何だったんでしょうか、それとも偶然その場のノリで生まれたものですかっていうところなんですけど、打ち合わせしないよ。そうなんだよ、しないしない。そう、恥ずかしいじゃない、だってリハでやってたら、ね、こここうやろうぜっつって、うん、それはやらない、一瞬だよ、本当にそれこそ。そう、ああいうだから、あの、偶然生まれる素敵な絵があったりするんだよね、うん、そうだね、うん、そうそう、うん、そう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 、そう、それがあの、うん、なんていうの、逆に定番になっていったりはするかもしれないけど、うん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 、あれはもう偶然でしたね。そう、この子のモヤモヤを解消してあげようと思って、またモヤモヤの解消シリーズだから。はいはいはい、なるほど。じゃあちょっと行きますよ、どんどん。はい、トモさん、ユウさん、こんばんは。こんばんは。ビシタマラジザリモザと毎日楽しみがあったおかげで6月を乗り切れました。ありがとうございました。ありがとうございます。で、あ、これフォトトリップですね。あ、フォトトリップでした。サクランボを送りますと。そうそうそう、これね、なんで選んだかって、はい、この子山形、うん、そう、実家が山形 で、はい、両親が送ってくれてるんだよね。あ、サクランボをね。そう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 、うんうんうん、うん、で、そう、10年経っても毎10年経っても送ってくれる両親に感謝です。ああ、書いてありますね。そうそうそう、なるほど。そう、それで、そう選んだんだけど、実は、うん、俺のローディーが、うん、実家が山形なのよ。あ、なんか聞いたことあるな。そうそう、それで毎年お父さん、うんうん、が送ってくれるの、あの、うんうん、季節の旬の果物を。お父さんが。そうそう、あの、ローディのお父さんが。へえ、そうそう。あ、ユウに。そうそうそう、ユウに。
そう、実家が農家で、たぶん、それで、そんなことある。あ、そこのが送られてくるの。賄賂じゃん。賄賂じゃねえよ、それ。それで、あの、そうか、うん、そう、俺も今年、ほんと、おとといぐらいに送られてきたから、うん、はいはい。そうそう、それを、あの、俺も写真に撮って、一緒にこう見せようかなと思って、なるほどね、選んだ次第です。ああ、ここに一緒にね、乗ってるんですかね。そうなんで。いいじゃないですか。はい、そうなんですよ。すごいね。山形ってね、フルーツが豊富でいいっすね。うん、そうだね。いいね。羨ましいね、うん。やっぱ俺もこの年になってくると、うん、だんだんフルーツに魅力感じてきましたよ。ああ、そうなんだ。うん。さくらんぼとか、あと、まあ、山形のフルーツ結構好きなの多いっすね。ダントツで。うん。ラフランスとか。うん、そうだね。 あと何、シャインマスカットとか、ね、ああそうだね。あ、そう、シャインマスカットもね、送ってきてくれるの。あるよね、うん、その辺、その辺じゃないですかね。うん、その辺だね。いいな。いや、いいっすね。はい、そう、まあ、なんだかんだでもうすぐ30分取るんじゃないかとい いうとこなんですけど、うんうん、まあまあ、もうせっかくなんでいきますね。そうよね。もう最悪垂れ流してもらっても、はい、次俺だっけ。問屋が疲れちゃったら垂れ流してると思います。あ、そうですね、うん、途中からノーカットに変わってるかもしれません。そうです。まあまあ、それもね。たまにはね。じゃあそれ、ね、うん、じゃあ次ゆう、はい、トモさん、ゆうさん、こんばんは、うん、今年も一応例年通り七夕に有給をもらいました、はい、リモザも嬉しいです、ビストリック T シャツを着て全裸待機しますっていう、まずここの矛盾ね、はい、うんうん、七夕ライブといえば去年、どういうことなんだろうね、え、うん、そうそうそう、 T シャツ着てるのに全裸待機ってどういうことなんだろうねっていう、うん、まあまあしょうがない、まあまあまあ、突っ込まれてもしょうがないそうね、七夕ライブといえば去年の十二星座セットリストの七夕に思いを馳せるたびに、うん、双子座だけどの、はい、ん、双子座だけど、うん、双子座だけどの曲だったか思い出せずにモヤモヤしています。本当に最高でした、はい、最高すぎてそこだけ思い出せずモヤモヤします。うん、またモヤモヤしてるじゃん。余談ですが、11周年のおかげで、うん、セブンイレブンに入店するたびに、ウェルカムトゥーザビストリップと脳内再生にするようになったため、必然的にコンビニはセブンイレブン推しになりました。あ、そうなんだ。これ俺が選んだのかな。俺かな、多分トモじゃない。これだって答えられるのやっぱ俺ですから。あ、そうだね、モヤモヤ解消会だからね。そうそうそう、うん、ただ あんまり自信ないんだけど。やっぱ一生懸命やったことってなんか忘れちゃう。うん、そうだね。逆に。うん、そうそう。で、双子座でしょ。うん。うわ、これ間違ってたらやべえな。まあ、クイズだと思って。うん、クイズだと思って。うん、多分。うん、双子イコール連星連なってる星をイメージして、うん、それがまあスピカっていう連星がありまして、うん、そのスピカからオゾンにしたのではないか、あ、という見解です。一説によるとね、一説によると、うん、僕はこの答えを押します。でもエンバーが答えだからそれでいいんじゃないかな。でもね、ちょっと怪しいよね。どうか正解してることを願います。そうだね、はい、こういうのはね、ファンの方がね全然知ってるからね。そうそうそう、みんなが教えてくれる、きっと。そうだね、うん、はい、あとはよろしく、はい、お願いします。はい、じゃあ次、はい、トモさん、ユウさん、こんばんは。すでにどこかでお答え済みの質問でしたら申し訳ないのですが、改めて気になったので質問させていただきます。私はメンバーさんへのプレゼントを選ぶのがとても苦手です。まあなんやかんやで、プレゼント、男性はどんなものをもらえると嬉しいのかがわからないと、うんうんうん、でプレゼントする勇気すらなくなってしまうと。なので、うん、お二人だったらどんなものをプレゼントされると嬉しいですかという、うん、はい、どうですか、なんだろう、まあ、あまり深く考えずに答えていただけたらっていうので、あの選んだのもあるから、うんうん、なんだろうね、なんかもうさ、うん、なんだろうねってなってるよね。いや、なんだって嬉しいんですよ。そう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 、プレゼントなんだから、うんうん、それはさ、あのめちゃくちゃ変なものだったらさ、うん、ええってなったりはするけど、うんうんうん、プレゼントとしてあの選んでいただいたものは、うん、多分なんだってみんな嬉しいんじゃないかな。そうだから、なんか例えば服とかでも、うん、さ、普段それこそ自分が着てるこれが好きなんですとか、もちろんあるとは思うの、みんな誰もが。ああ、そうだね、うん、あるとは思うんだけど、そうい
ういうのと関係なく、じゃあその、ね、ファンの子が選んでくれたものが新しい世界を広げてくれるかもしれないじゃん、うん、あそうですね、こんなのあるんだみたいな、これいいじゃんみたいな、うん、確かにそういうのがあると思うから、うんね、なんか ね、うん、そうだね、特に何っていうのはもうなくなったよね、うん、この年になってくると ね、 そうだね、だ本当にもう何でも感謝、うん、本当に ありがたいし嬉しい、うん、嬉しいプレゼントだ、でももう逆にネタになるぐらいの何かとかでもいいかもしれないね、うん、まあまあまあ、ネタにしてくださいみたいな、ね、うん、ああ確かにそうだね、で衣類のサイズとか困っちゃうっていう話なんですけど、うんうん、あそうです、うん、せっかく時代的にオーバーサイズが普通になったんで、うんうん、まあ困ったのを決めるんじゃないですか、そうだね、だいたい L でいいんじゃない、うん、いいんじゃないですか、うん、せっかくの時代なんで、そうそうそう、うん、ちっちゃいよりか大きい方がいいんじゃないですか、うん、いいと思います、選びやすくて、うんうん、ぜひね男性にプレゼントしてあげてください、うん、まあ、俺らに限らずね、うん、好きな人とかいたら参考にしてもらえたら ねいいと思います、うん、はい、じゃあ次、はい、あなた、俺だっけ、あ俺か、フォトトリップ、そうですね、うんうん、いきますね、いいよ、うん、はい、ゆうさんともさんこんばんは、うん、こんばんは、なんちゃらかんちゃらで以前リモザで話題に上がっていた七夕ゼリーを作ってみたので今日は写真を送らせていただきました、あ、はいはいはい、あったね、白い部分はカルピスで作ったゼリー、青い部分はかき氷シロップで色付けしたゼリー、ブルーハワイといちごのシロップでグラデーションをつけてみました、本格的だな、はいはい、天の川の部分はトッピングシュガーや金箔で作りました、金箔使っちゃったんだ、ちなみにカルピスが初めて発売されたのは1919年7月7日でパッケージの、うんうん、水玉模様は天の川をイメージしているのだそうです、あそうなんだね、らしいよ、うん、カルピスか、七夕のライブでキッチンカーが出せることがあればカレーと一緒にゼリーも販売できたらいいのになと思いました、はい、というわけで写真が来てるんですけど、これが七夕ゼリーか、これはだからもう七夕ゼリーの中でも力作のやつよ、ちょっと上位版だよ、うん、これあれ2種類ある、あ 2種類あるね、入れ物がね、うん、そうだね、でけえのと、うん、大人用と子供用じゃない、うん、これはガキが喜ぶぜ、いやこれは、うん、ただやっぱ青って食欲をそそられないよね、あなんか現代の色ではあるんだよね、うんうんうん、でもこれは綺麗か、うん、これはねもうなんか、うん、まあ、ラムネ感みたいのがあるから、そうだね、まあ、ブルーハワイだけど、うん、ブルーハワイだって子供は大好きじゃない、そうだね、舌を青くすることだけに全力を注いでるじゃないそうだねでしょ、うん、あいいですね、でも綺麗です ね、 うね、うん、わざわざ、ね、ですね、わからない僕たちに見せて、うん、作ってくれてありがとうございます、うんうん、ありがとう、はい、あじゃあ次、はい、もうあと2個ですよ、はい、やすいとはい、ゆうさんともさんこんにちは、まだまだ梅雨でジメジメしますね、うん、私は自粛緩和されてからこの間の晴れ間に、県内の水辺にドライブに行ってきます水辺ちょっと水辺独特だな、水辺ですね、はい、晴れ間に水辺ですからね、はい、いいっすね、はい、ね、うん、はい、天気いいし、うん、波の音も気持ちよくてとってもリフレッシュできました、うん、なんとか自分でうまくストレス発散方法を見つけています、うん、余談で Bluetooth イヤホンの購入を検討してるんですが、うん、音質やら何やら考え始めたらネットで見ててももうお手上げで、あ、お二人はどんなの使ってますか、よかったら参考に教えてください、だそうです、はい、うん、はい、この子が何 iPhone じゃなかったらもう俺の話は終わりなのよ、ああ、そうそう、俺 AirPods Pro だから、そうだよね、そうそうそう、最近アップデートされて、詳しくは俺もまだ見てないから分かんないけど、うんうん、そうアップデートされてサラウンドが聞けるようになったのかな、はいはいはい、とかもあって、あ確かに iPhone だったらもうなんか遠野とかもね、うん、結局いいなって言ってたもんな、あそうね、うん、やっぱ流行りもんを嫌う人もいるじゃないですか、うんうんうん、でも東野もちょっとそういう気はあったんですけど、うん、使ってみたらいいって言ってたねコロッとそうだよね、やっ
ぱいいもんはいいみたいですよ、お値段的にもね。まあまあね、するからね、うん、結構するんで、うん、であとはやっぱり、うん、ビーツとか結構人気かなっていうのは、うん、結構人気だよね。そうね、イヤホンでもビーツ持ってんじゃないっけ。ビーツ持ってますよ。あ、そうだね、いいですよ、うんうん、強みもあるから、あの、うん、充電が5分で2時間とか、あ、うん、すごい強みあったりするんで。そうだね、うん、そうだね、まあ、Bluetooth イヤホンは結構、うん、めんどくさいとこもあるから、うん、どこを取るかっていうのも。そうだね、まああと値段ね、うん、そうだよね、うんうんうん、まあ、そのでもあのそこは、うん、そこのレベルはやっぱ上がってきてるんで。あ、そうだね、うん、いや、その2個をそう抑えておいたら、うん、まあ、間違いないとこだね、うん、だと思います。はい、ぜひ参考にしてください。はい、じゃあ最後のしょうもないメールに行きます。最後これかいや、もう言って40分ぐらいになるからね宗谷が怒っちゃうかもしれない。ごめん。ごめん。もうとりあえず行こう。はい。トモさん、ユウさん、こんにちは。こんにちは。先日のリモザーで宗谷くんが魔王城に G が出たと言ってましたが、お二人は自分しかいない家にそれが出た場合、うん、自分でどうにかできますか、うん、例えば、トモさんの天敵、蜂が家に入ってきた時とか、どうやって対応しますか、うん、私は一人暮らし歴6、7年で G が出たことはないのですが、正直戦えるか不安です。戦うしかないなら戦いますが、笑い。なるほど、はい、このさ鍵括弧でさ、うん、魔王城に G が出たって、もうどんな中二感これセリフにするか。そうね、中二だよすごいな、ね、こんなことを平気で口走ってるかと思うと普段恥ずかしいよ、もう恥ずかしいよ、何も知らない人が聞いたらなんて思う。本当だよ、魔王城に G が出たって、やばなんだそれ、やばすぎるわいや、あのね、うん、まあ、仮に蜂だとしましょうか、うん、はいはいはい、蜂の種類にもよるんですけど、うん、まあまあ、スズメバチでしょうね。いや、スズメバチだったら俺ね、もうそのまま扉を閉じて引っ越したいですね、うん、扉を閉じて引っ越したいです。あ、気持ちはね、気持ちは、いや、だからもう現実となったらどうするの。いやー、駆除呼びたいぐらいかな。あ、まあまあ駆除呼びたい、なんかもうそれの値段がどうとか、うんうんうん、ダサいとか、うん、もうそんなの気にしない。いや、駆除はね、うん、来てくれないんじゃない。あ、そんなんじゃ、巣があればさ来てくれるんだけどさ。マジで、スズメバチが1匹部屋に入ってきたんですけど来てくださいは結構来てくれないんじゃない。あ、だったら、うん、もうタクシー代プラスバイト代でメンバーを呼ぶから、ね、あ、まあ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 そういうことだよね、すぐに来てくれっつって、うんうん、いや、まあでも、うん、俺もう部屋から逃げるかな、うんうん、ちょっとこればっかりはね、あのガチで俺の天敵なんで。そうね、はい、見せたいもん、うん、あ、あの、うん、蜂見つけちゃった時の、ね、うん、蜂がそばにいた時の友の行動だよね、うん、多分それ見てもらえれば、うん、あ、そうですよねって納得してもらえる。そうだね、はい、あとはだから友がそれを何歳まであのリアクションでいるかも気になるところだ、俺としては68ぐらいです元気だな、だいぶ動けるだいぶ動ける68だわ、めちゃくちゃ声出してしゃがみ込んでなあ、まあどうですか G は。いや、俺もね結構苦手なんだけど、はい、最近はもうちょっと諦めるようになって、で諦めるそう、あの、うん、抗うことだから、もう本当に鳥肌立てながら、うん、まずプレーを探して、うん、どうにかこうにか頑張ろうとしてみる、うんうん、なるほどね。なんかね G はね、うん、そう、 G に関しては、うん、このお便りじゃなくて普通に俺のファン目で、うんうんうん、多分あの話の後だから来たのか知んないけど、はいはい、普通にファンからゴキブリと戦えない男なんて絶対嫌だっていうファン目来てたからもうここは意地でもちょっと俺と優は戦えるっていう、あ、危なかったわ、はい、そういう気持ちで、うん、そうですね、はい、戦わせてください。戦います、はい、嫌われないように戦います、はい、ファンにそんな風に思われたくない。そうだね、そこは頑張ろう、もう、はいはい、そんな決意しよう。ボーカルと、はい、ボーカルとギターでいましょう、はい、はい、頑張ります、はい、以上ですね、はい、以上もクソも、もうだいぶあれだけどね。いや、すごいですよ、もう、うん、スペシャル、スペシャル2人で勝手にスペシャル、なぜか
ね、はい、はい、というわけであれですね、来週は、来週っていうかあと 2,3 日後にはもう七夕なんで、うん、かな、はい、はい、こっちの方も楽しみにしていただきたいですね、うん、そうだね、大切な日なんでぜひあの、うん、リアルタイムで過ごしてもらえると、ね、はい、うん、ぜひお願いします、はい、はい、思います。そんな感じで終えますねちゃんと、はい、そうですね、はい、そんな感じで楽しみにしててください、はい、お願いします。はい、それでは、今日の MC はボーカルのトモとギターのユウでした。はい、バイバイ。